えー、政治マスっていうのは、まあ、今非常に流行ってる、えー、数学ソフトウェア環境で、まあ、統合された数学ソフトウェア環境で、えー、これをあのマスリブレで実行するというのを、えー、紹介したいと思います。でまあ、とりあえずは、えー、と政治マスの、えー、とグラフ機能をいろいろ試してみましょう。 えっとまあ、えーと、検索すると、政治マス、例えばグラフ、これで、えー、と検索すると、えー、入門記事とか出てきますので、えー、自分で試してみてください。それで、えっ、ー、と、今日やる、今からやる例題というのは、えっ、ー、とまあ、これまず円を書きますと。サークル。 ゼロゼロで,すね、で、すね1の RGB から、イコール、えー、110と、えー。こういうふうにして、その後、えー、C. ショートやる、えー。こういうのを、えー、とやってみましょう。で、これは、えー、と説明すると、ここが、えー、これが中心です。 で、ここが半径。で、これは、あの、色ですね。で、色で、ここが RGB なんで、ここがレッドで、グリーンで、ブルーという。えー、その強度を表すと、0から1の間の数を入れなさいというわけです。それから、あのー、この、まあ、あの、イコールで書く、イコールで書く書き方っていうのは、 えっと、なんかオプショナルな、えぇ、引数名を、あの、書いて、で、これがイコール、ま、あなんか値と、えっと、必ず書かなきゃいけない、 えー、引数は、まあ、あるわけですが、まあ、オプショナルな、省略してもいいような引数あるわけですね。で、そういう省略していいような引数の値を指定するのは、まあ、こういう書き方をします。で、えっ、ー、と、これ、カッコつけの忘れましたね。と、こうやると、えっ、ー、と、C、C を表示します。で、これ、えっ、ー、と、別の書き方としては、えー、またはですね、これは、えっ、ー、と、または、えー、小、 C とこう書きますで、これをやって初めて、これか、これをやって表示されます。で、まあ、初 C は C を表示しなさいということなんですが、このドットを変えた書き方というのは、これはあのオブジェクト思考プログラムから来てる書き方で、これはまあ,あ、オブジェクト。 と思うとまああのオブジェクトというのは普通の数字だとかなんか配列だとかまああと構造体してれば構造体だとかまあそういうあのプログラムで扱うまあデータデータのまとまりのことをまあオブジェクトと呼んでいますでこうドット書いて小という書いたらあのオブジェクト C に C に、えー、とメッセージ えー,ショーを,を送るとあの。そういう意味なわけです。で、えっ、ー、と、これはだから C というのは、まあ、あの円オブ,オブジェクトなので、えっ、ー、と C は、えっ、ー、と、要するに、えー、と円オブジェクトですね。で、えっ、ー、と、まあ、いろんなオブジェクトは、そのオブジェクトの 実行すべ,しすべきメソッドというわけですが、えっと、小メソッドを受け取ると、んっと、小メッセージを受け取ると、えっと、要するにメソッド、え、小を実行すると。 実行とまああのそういう意味になっているわけです。えっ、ー、とそれでまあ詳しくはあのオブジェクト思考スタイルのえー、のあのプログラムというのを まあこれをあのやらないと、ああ詳,し詳しくきちんとはえ理解できないかもしれませんが、とりあえずあのこういう書き方はあのそういう意味があるわけですで。これがあの1番目にやってみるサンプルで、それでえと2番目にやってみるサンプルというのは、プロットのまあグラフを書いてみましょう。プロットの、えー サイン X で、それで、えっ、ー、と、X は、えーどえー、X の範囲は、えー、まあ、0から、えー、例えば 4π まで。 動かしましょう。これは、えっと、フロートと書いてます。flot a、T、です。で、そうすると、まあ、サインのグラフを、え、こんな感じで書いてくれるのかな。4π だから、え、こんな感じで書いてくれるはずです。で、ちょっと意地悪テストで、え、例えば、こう、プロットの、え、sinx で、えっと、x をですね、例えば、マイナス300から、 300まで動かしてみましょうか。そうすると、ちょっとどんなグラフを書くのかというのも試してみたいと思います。それで、あとは、あの、政治はですね、えっと、ま、あの、起動は、政治、エンターです。これが起動です。で、終了は、クイットセミコロン、エンターで、 いいわけです、す、えー、あと、ノートブック機能というのがあって、えー、ノートブックっていうやつを使うと、えーとまあ、あのウェブブラウザ上で、えー、といろんなあのノートを書きながら計算するという、あとで実演してみますが、あのそういうあの統合環境を使えます。 それ,だそれでは実際にちょっと試してみましょう。これが、マスリプレムの画面ですが、例えば端末から正字ってやっても、正ジは起動します。例えば、ファクトリアルの と、5とかこうやると、と、5の会場ですね。と、そうすると120とまあ表示されるわけです。で、こうクイットで終了することができると。で、これでユニクスシェルに戻りました。で、と、もちろん、ここのメニューからも実行することができます。ここから、数学メニューの政治ってやると、こう、政治の専用のウィンドウが開きます。 で例えばここで、えっ、ー、と、プロットの sin x で x は0から4かける、えー、フロートの π、えー、でこうやりますね。でそうすると、えー、こんな風に sin、えー、のグラフを書いてくれます。で、 えーとまあこういう使い方もあるんですが、ノートブックインターフェースというのを使うと、これでですね、ノートブックといってエンターってやると、初めて使うときにはあのパスワードを要求されます。で、これあの仮想マシンの中で使っていると、他の人使えないんで、アクセスできないんで、パスワードいらないんですが、 えっと、多分空っぽにするとですね、ダメって言われます。だから、まあ、とりあえず6文字っていうんで、123456というパスワードを入れときましょう。123456とパスワードを入れます。そうするとこんな風に、えー、 政治ノートブックというのが開きます。で、ここであのニューワークシートとやるわけですね。そうすると、まあ,あ、新しいワークシートだ作るんですが、まあ、これあのテストという名前でもしておきましょうか。で、これでえ作ります。で、ここに何か入力すればいいわけですね。で、例えばさっきの C イコールサークル 0 0 1 r g b カ c イコール1 1 0で、C というオブジェクトに show というメッセージを送ると。こういう命令を置きます。で、実際実行させるには、さっきのコマンドラインでは Enter で実行を始めましたけれども、この場合は Evaluate というのを押すと、初めて実行が始まります。 そうするとなんか、これインバリッドシンタックスでエラーですね。カッコ1個忘れてます。で、そしたらここをクリックしてカッコ入れて、で、もう一回エヴァリエートとやればいいと。そうすると画面にえこんな風にえと黄色の円が出てきました。それで、じゃあ、あの次にこれもやってみましょうか。プロットのサイン X の、えー えー、x の範囲はマイナス300から300という、こういうちょっとこれ意地悪テストなんですが、えー、これエヴァルエートしています。そうすると、えー、こんな図が出てきました。で、これよく見ると、こう、サインだからマイナス1と1の間で動かなきゃいけないんですが、例えばこの辺とか、ここを引っ込んでダメですよね。 だから注意してほしいのは、計算機の,あのプロット機能というのは必ずしも正しいグラフを出すとは限らないのでえ注意してください。でどうしてかというのはまたあのこういうプロットのプログラムを自分で書いてみれば分かるので後で説明しましょう。で、この場合にはですね、オプションにえどのくらいの点を数値評価するかというこういうプロットポイントというこういう あるので、これでこうエバリエイトってやると、今度はあのちゃんとあの上の方が1で、えー、下の方がマイナス1になるという、えー、そういう、えー、グラフがちゃんと出てきました。で、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、保存ってやれば、今のものが保存されて、それで、えっ、ー、と、最後、サインアウトってやれば、 えー、この、えー、政治の、えー、ノートブックから出れます。それで、えっ、ー、と、これ、まあ、えっ、ー、と、バッテンして、バッテンして、えー、まあ、これ、政治終わろうと思ったら、コントロール C をしてもいいですが、まあ、これ、バッテンすれば、えっ、ー、と、政治が終了します。 えっと、それで、えっと、これ、ま、政治の紹介ですが、えっと、政治は大数学、機関学、数論、暗号理論、数値解析、および関連書分野の研究と教育を支援し、支援するフリーなオープンソース数学ソフトウェアであるということです。で、例えばですね、えっと、政治で何か探したいときには、政治だけじゃなくて、政治ますって入れます。で、それで、えー、例えば、グラフと。 こう入れてですね。で、検索すると、えあれ。あ、ネットワークが切れてますね。えっと、これで接続します。えっと、接続できました。ここを押すんですね。で、生じますグラフってやると、こういう 政治のチュートリアルが出てきますで、今紹介したのは、ここにあるですね、えっと、これですね、この辺にあるこれ。これをあの実際にやってみせました。で、例えば、えっと、政治マスのプロットとかやって検索すると、えっと、 これはチュートリアルですが、えっ、ー、と、政治のドキュメンテーションですね。えっ、ー、と、チュートリアルよりもドキュメンテーションの方がいいかな。えっ、ー、と、こんな風に、あのー、マニュアルが出てきて、えー、プロットってやると、さっき使った、えっ、ー、と、どこですか えっと、プロットポイントですね。プロットポイントというオプションの使い方とかも、ここに説明があるわけです。はい。えー、っと、ね、で、政治のノートブックはどこに格納されているかというと、まあ、えー、っと、知らなくても別に問題はないんですが、あのー、この、ここに、あの、ドット政治っていう、あのドットから始まるフォルダーは、普通の LS では見れません。こう入れてやると、こう出てきてですね、 それで、政治ノートブックというフォルダーがあります。で、そこのホームの下の、えっ、ー、と、アドミンですね。で、ここのところに、えー、ワークシート .html っていうのがありますけれども、この中に、えー、入力したプログラムが、あの、こんな形で、えー、格納されています。それから、例えば、えー セールズの位置とか、この辺はあの出来上がったグラフとかがあの格納されているわけです。次に、えっと、講義のページに行きますとですね、えっと、ちょっと再読み込みします。あ、またネットが切れてますね。えっと、ここで接続しましょう。はい、つながりました。 えっと、それで、えっと、再読み込みします。で、ここで、えっと、ビジュアリゼーション入力例、プログラム例というところで、えっと、これは、あの、プログラムなんで、そのまま、あの、名前を付けて、リンク先保存してください。で、これは、あの、PDF に変えてるやつなんで、ブラウザーの上で、そのまま、え表示させることができます。で、今やってみたのは、ま、このあたりのものですね。 それから、あのこの意地悪テストというのもちょっとやってみました。えっと、それで、えっと、他にこういろいろ、これ、えっと、チュートリアルから持ってきたものですが、ここに入っているやつをいろいろ試してみて、それで自分で描きたい図形あの、数学的な図形を考えて、えっと、描いてみるといいかと思います。で、えっと、まあ、最後のこれをちょっとやってみましょうか。 で、コマンドラインの政治でやってみましょう。えっ、ー、と、プロット 3D の、えー、サインの x マイナス z。それで、えっ、ー、と、x は0からフロートの2かける π。これはあのー、 要するに π って円周率なんですけど、π ってやるとそのまま π と扱われて、えー、とフロートとすると、えー、と近似的な π、あのー、の値に変換されるという、あのそういう仕組みです。コストあと、とあのなんかエラー出てきましたよね。えー、とこれはあの変数の宣言をしてなかったので、えー、ここにあるように、 バリアブルの宣言しろと書いてありますね。使うバリアブルの。だから、こう、例えば、xz とこうやると、こんなふうなものが戻ってきます。で、これを一気に、xy という変数に代入するには、xz という変数に代入するには、こうやります。コンマで使ってやれば、えっと、一気に、x に変数の x というのを代入できるし、えっと、z に、バーの z というのが代入できます。で、この、 文法を使って、えー、書き込みましょう。はい。それで、えっ、ー、と、矢印使えば以前に入れた入力が入れれるので、まあ、こんなふうにしています。えっ、ー、と、そうすると、えっ、ー、と、あ、まだエラーですね。えっ、ー、と、今度は、あ、そう、z の範囲を指定していませんでした。というわけで、えっ、ー、と、z もやっぱり0の、えー、フロート 2×π。Π それから、そこから、えー、それでいいですか。えー、こうですね。で、えっ、ー、と、カッコが多分一つ。ここのカッコが、えー、足りない、多すぎるので、これでいいんだと思います。で、出しましょう。そうすると、まだ、えー、なんかエラーがありますね。で、この政治のエラーは結構こんな風にずーっと上まで遡ってエラーが出るので、 そこがちょっとつらいんですが、えー、っと、どこがまずいのかなあ、これだ、これだ。えー、っと、ここですね。えー、っと、x の範囲は0からフロート t 2かける π と、それから z の範囲は0からフロートのの π までだと。それで、えー、これで今度こそ。 こんなふうに3次元のグラフができています。で、マウスでこうドラッグすると、色、こういうふうにいろんな方向から見ることができるわけです。